とにかく前へ前へですよね。残りでしょ。1対1対1シュート、キーパーこれはよく止めました。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ横浜 FC、 今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味で